ここは横浜市保土ケ谷区にありますサッカー J リーグ横浜 FC の本拠地、横浜 FC レオックトレーニングセンターです。はい、うちです。僕は横浜 FC で選手として11年間サッカーをしてきました。今日は僕が小学生の時にやっていたトレーニング方法をみんなに紹介します。その前に横浜 FC の選手たちが毎日トレーニングをしている部屋を見てみよう。ここが横浜 FC のトレーニングルームです。選手たちはこの場所で筋トレを中心にトレーニングしているんだよ。さあ、それではトレーニング方法を2つ紹介します。1つ目は腕立て伏せ、2つ目はスクワットです。どのトレーニングにも共通することは呼吸を止めないようにしよう。腕立て伏せの効果は2つ。1つ目は厚い胸板を作れる。2つ目は二の腕の引き締め。では早速僕と一緒にやってみましょう。続いてスクワット。スクワットの効果は2つあります。1つ目は太ももの引き締め、2つ目は下半身の柔軟性向上。それでは僕と一緒にやってみましょう。今日は筋力トレーニングの腕立て伏せとスクワットを紹介しました。筋トレは青少年の筋力増強になり、スポーツ選手も行っていますが、サッカー選手だけじゃなくても誰でも簡単にできるトレーニングです。また普段の生活の中でもできる体操やウォーキングは子どもから高齢者の健康づくりに効果があります。1日に8000歩以上歩くと動脈硬化、高血圧、糖尿病など生活習慣病の予防効果などがあると言われています。そこで保土ケ谷区の地形を利用したウォーキングマップ坂道テクテクは家族みんなで楽しく歩けるのでおすすめです。距離や時間、歩数も書いてあるのでマップを使って歩き健康を維持しましょう。最後に選手からメッセージをお届けします。こんにちは、横浜 FC 背番号24の高木優也です。僕は子供の頃から毎日体を動かして強い体を作ることができました。みんなも無理のない範囲で良いので体を動かすことを続けてみましょう。そして一発三沢球技場に横浜 FC の試合を見に来てください。